はい、どうも、じゃあ、とりあえずね、あと、3分ぐらいでね、11時になりますんで、ちょっと見るかな。あとね、3分ぐらいでね、ここ11時になりますんで、ここっすね。ここ、映んねえな。ここっすね。あと11時、あと3分ぐらいで11時になりますんで、まあ、カトのね、戦果情報の方、ちょっとね、待機していこうかなと思います。一応、明日と明後日、土日の方でね、ランドマークプラスで、模型のイベント、なんだっけな、横浜模型フェスというんだっけ。なんか、そんな感じのイベントっていうのが、行われますんで、おそらくね、加藤も、出店するんで、で、加藤の場合はね、特に入場、今年はなんか、なんか俺今知らなかったんですけど、今年なんか入場料がかかるみたいで、俺がね行った時はね、今から5、6年ぐらい前か。5、6年ぐらい、7、8年ぐらい前か。結構ね、その時はまだ入場料っていなかったんですよ。なんか今年はね、入場料いるみたいで。で、加藤の場合はね、その入場料込みと、まあ、その、まあ、先行発売として、東京のね、4100JF の旧新としてっていうのがくっついた、やってっていうのが、ね、やつっていうのが、発売になりますんで、ちょっと待ってください。ちょうどあと2分ぐらいか。で、おそらくね、今回そのラウンドハウスの方からも、まだ詳細情報っていうのがそれ出てませんので、で今回ね、それが、出るのかなというふうに予想しておりますと。そうですね、詳細情報後日案内するからまだ出てないんですよね。一応こちら、横浜鉄道モケフェス2023会場にて、先行発売、東急5000号受験生まで休止する2000生と。一応ね、一般販売分に関しては、ラウンドハウスメーカーより2023年3月受注開始予定と。で、商品の、価格、詳細は近日公開ということで、ね、その近日っていうのが、そうですね、12月になってからまだ出てないよね。まだ出てないはずなんですよね。だから、ポポン同様ね、近日発表がすげえ時間かかってですね。一応こちらですね。入場料込みの、車両でも6050円という感じなんで、入場券がちょっといくらか俺知らないんで申し訳ないですけどね。一応そんな感じかなと。なんで今回はね、一応この東京の方も、詳細としては出ると思いますんで、その辺もね、案内しつつっていう感じにはなるかなと思います。というわけで、あと1分ぐらいです。あと1分ぐらいですね。でね、俺の予想としてね、そろそろね、JR の近郊型、まあ、例えば言うと E231K とか、その辺がね、ちょっと出てくるのかなというふうに予想してるんですよね。まあ、出てくるかどうかね、まだ未知ですけど。さあ、とりあえずそうですね、まあ、その前にね、この動画がその出るか出ないかね、話変わっちゃうんで、申し訳ないですけど。さあ、あと1分。もうあと1分待ってるのが結構暇なんですよ。だから、ぐちゃぐちゃしながらですけど。そうですね、一応、特に先月か。先月の方はね、俺、どえらい被弾しましたんで、できればね、今月はね、被弾してくれないっていうのはね、そうですね、本音の思うところでございますんで、そうなんですね、ここ2ヶ月連チャン被弾っていうのはね、結構きついんですよね。でもしかしたら、ね、あとトミックスも、出店するのかな、まあ、出店する場合はね、トミックスは、今日が言ってたっけ今日が2月の、3日になりますんで、来週の9日ですね。来週の9日木曜日が先行情報、新製薬出ますんで、もしかしたらね、当てた。11時になりましたね。もしかしたらトミックスの、ね、イベントでなんかあるんですかね、発表。ちょっとごめんなさい。今年どの企業がどのラインナップで出店するかっていうのを把握しないんで。おー、あー、均衡型出たけど、そっちが出たか。なるほどね。待って、トミック加藤からはずじゃねディーゼルから出るんだけど。どっち ?26 これ。多分これ26じゃねちょっと待ってください。そうですね。じゃあまずポスター出ましたんで、行きましょうか。おー、七つ星がまた出るんだ。しかも特別確認の再生産か。そうです。加藤ってね、何年か前だっけな、いつだっけな。加藤ってここ数年で行くと、あれかな、スノーラビットの再生産とか、ラウンドハウスで行くと、なんだっけな、翼のお湯列車。わかんないけど、そんな感じで結構再生産出てたんですよ。今回、クローズトレイン、七つ星、再生産かかったみたいで、非常に、特別確認が再生産と。そしてこちら、そうか、金庫型って言ったらこっちが出てくるのが、E120 だけの100万台更新者と。そして、そうですね、一応2両編成と。で、同じく下取り版としても、同時期にデビューと。おかしい、同時期の発売と。更新された型式を再現し、密輸型カプラー復活したいよ、スロットルモーター搭載と、同じくこっちですね。こちらも、更新された型式で、配管が映像された屋根状再現。そして、密輸型カプラーで、復活したいよ、密輸型カプラーで復活したい。そして、スロットルモーター搭載という感じですかね。そうですね、しかもこれ屋根だけで違うだけで200円の差って安いですね。で、なぜか、そうですね、ここそうですね。まあ、これ多分扱い的な、長野とか篠ノ井線っていうのかな、あの辺になると思うんですけど、そこでそっちも出ましたね。383系篠ノ井と。でもそうですね、一応品番がね、完全に新しくなってますんで、完全に、何年かぶりのリニューアルって感じなんですかね。関東線同士のカプラ、密輸型復活した対応で、電連付属、それとしたら、表記で、現行仕様に変更しましたと。で、383系動力装置に、ホビーセンターがと、リニアパースとして出ますと。これおそらく、そうですね、一応、シナノって言ったら、まあ、大体6両編成がコロナ禍でどうなったかわかんないですけど、まあ、大体ね、6両編成の、この機関通の顔がついた、シナノベースに、まあ、あと多脚機とかは4両とか2両っていうのが、貫通編成っていうのがおまけつくんですけど、まあ、シナノってね、時と場合によっては、貫通編成で4たす2とかっていう6両編成っていうのが時たまね、存在しますんで、多分おそらくその4両増結っていうのが、ね、多分おそらくあるかな。10両編成で増結1個なんで、まあ、4たす2した急にね、多分、補助動力って感じになると思います。だからこれもしかしたらゴムなしになるのかな。そうですね、ゴムなしで6両は結構きついんで、その場合はね、足パーツとして、ゴム車輪の方出ますんで、そっちの方がね、おすすめかなと思います。一応まだ足パーツの出たら、ね、多分強靭には出ないと思いますんで、そして来週あたりに出てたら確認して案内したいかなと思います。そしてこちら、E6 系新幹線小町、価格変更っていう感じで出ましたね。価格変更か、ちょっと待ってくださいね。価格変更はちょっと立ちが悪いな。まあ立ちが立つりするかもしれませんけど、ちょっと待ってくださいね。101566なんで、15なんで多分ここ数年で出たやつなんですよ、扱い的な。多分2、3年ぐらいだと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。
10、1566。1015。あ、ありましたね。コマチ、発売としましては2019年6月発売ですね。当時のお値段で基本セットが1890円。そして増結セットが、ごめんなさい、基本セット3両が、そうですね。定価で1890円。そして、増結セットが、ちょっと待ってくださいね。増結セットが、4両で多分ですけど、いくらだこれ ?8910 円か。定価8910円なんで、そうですね。まあ、約1000円近く、税込みで値上がったって感じですかね。まあ、990円くらいと。そうですね。税込み約1000円か。で、この後、小町の。ごめんなさい。小町の方が税込み12100円ですね。だからか、基本セットのみ、値段据え置いて、増結セットのみ、価格変更っていう感じになってます。という感じなんで、ご注意くださいと。そして今回、イーロケーション家族小町、ニューとしまして、補助台車、タイヤ付き出てますと。いるか、動力台車。ちょっと汗にこれもね、確認しましょうか。で、今回、イニュートラップの直線拡張セット、バージョン3って感じで出るみたいです。これだからあれですかね、路面電車の軌道用に使える、なんか186ミリの軌道、各2種類、パッケージで出ますと。それはまあ、どうせ路面電車、路面電車買ってないんで、関係ないですかね。あとごめんなさい、営業ゲージの方で出ますね。ブルドックのキハ81が価格変更で、7月と。そしてこちら、キハ82。こちらが4両基本と、キハ82の900が7月。それ以外の単品の、キハ82、そしてキロ80、騎士80、騎士、はっきりません、キハ80、騎士80と。これなんか中華車がいるよね。基本的にはまあ8月と、まあ、キハ81があるんですけど。そうですね。だからあれかな、まあ、だから本当にブルドックと、これがまあほぼ同時に7月に出たから、あとでバラ売りで欲しい人はバラ売りで買ってくださいって感じですかね。こちらの方もこちら価格変更になってますので、ちょっと調べてみましょうか。1番の690円、ちょっと待ちくださいね。下はちなみに3の509か。1の612。1の612。あ、これですね。キハ81、おそらく発売としましては2019年のこちらも4月下旬と。当時のお値段で税込み9350円なんで、そうですね、こっちは一気に1100円か、値上がった感じですね。そして、もう一個が3の509の1。3の509の1番。こっちは、これは、そうですね、こちらも2019年3月。だから、コマチを含めて2019年月点とか、まあ、完全にちょっと値上がっちゃった感じなんで、そうですね、ちょっとこうなってくると、加藤も、まあ、企業として危なくなりつつあるんですかね。一応、ちなみに当時の値段で、税込み37180円なんで、そうですね。一気に値上がりましたね。税抜き、税込みでいくらだ ?37,180 円。371。税抜き4とか税込み4,400円か。税抜きで4,000円近く一気に値上がりと。まあ、その中もしかしたら、おそらく1,000円ぐらいとか全部値上がってるんですかね。ちょっとこの辺は2019年3月の。ちょっとポスター後で見に行きましょうか。そしてもう一枚のポスターがこちらと。いや、そうですね。初めてじゃね、加藤からこういうちゃんとした郵便車が出るの。多分20、あ、9人の方28番が出るんだ。で、今回こちら、発売当初2023年6月と。キハ58系の9個動作5両編成、そして単品で9228、首都圏色の松下たらこ色と、こちらが出ますと。詳細しましたら、昭和59年、1984年頃の高松運転助手属車を起点化。キハ58系、キハ65系は、冷房車、そして大津処理装置付き、スリット式台本で設定。キハ58307、平窓車ながらスカートを装備した外観。キハ5720番台、空気バネ台車装備の車両で、モーター車に設定。キロ28格下げ車のキハ28503は、グリーン帯グリーンカーマークなしの外観を再現。そして9228含め全面表記は9個動作、松下がそれですけど。印刷面で巻く、土佐、足摺、伊予、宇和島、阿波、広戸、吉野川、側面サボシル付属と。こちらがそのグリーンカーマーですね。でもこれもだから、止め付けも出てるんですか、ね、そして、ダンビアズメの近所者、スノープロ付き、装束表記は、みなかつこと、勝ったってことかな。全面表記は無事で、公開に普通が付属しますと。みなかつって言われたのかな。ここ見る限りは完全に四国ですね。高松、松山、高松、徳島、高松、さぬき、高松、徳島、小松いいのかな、徳島、阿波池田、さぬきこれはあれか、でもどうなんですかね。新しいやつなんですかね。まあ、一応、トミックスで、あ、ごめんなさい、カタって書くのにも、キアン5ジャシキュレスが出てるはずなんですけど、今回あれかな、スロットステモーターでもスロットステモーターと書かれてないんで、もしかしたら微妙な感じもします。まあ、ちょっと後で見ましょうか。というわけで、先じゃ2019年3月見ましょうか。2019年3月。一応、それは加藤の方からも、ね、公式でポスター出てるんですけど、ちょっとそっちの方でダブルで出しましょうか。ちょっとめんどくさいんで申し訳ないですけど。2019年3月とかだいぶ前だな。ここは2020年か。ちょうどあと1年か。ってことは、ポスター的には15番ぐらいになるんですか、ね、あ、行き過ぎてごめんなさい。2018年ここだ。ちょっとこれですね。2019年。あ、ちょうどこの辺か。あ、ちょうどここっすね。この時はじゃあ3月4月でね。こっちでポスター出して。じゃあこっちでちょっと加藤の方出しましょうか。
見て、一回消しちゃって。ちょっと、あとそのホビーセンターかとのもちょっと確認しましょうか。ポスターは、お、出てますね、ちゃんと。ちょっとこっちのポスター、併売でいきましょうか。で、一応そうですね。まず、ブルドックの方から行きましょう。これで、あ、一応これですね。まず上から K82 の、4両編成。これが、当時の値段。まあ、税抜き3万3000円だけどね。まあ、約税込みから3万7000円くらいと。まあ、結構そうですね。4000円くらいの値段だけ。で、K82、ごめんなさいね。番号順に行くと K82の900万と取れた。これか。K82の900万だけど、当時の値段で、税込み約9000円ちょっとになりますね。そうですね。まあ、約1000円くらいの値上げが。で、K82。K82 こっちか。そして K82 どこだ。あ、ごめんなさい。K82 ねえのか。あ、これか。K82、1671が、当時の段で、税込みいくら、8500? だから8600円くらいなんで、そうですね。まあ、約1000円くらいと。で、キロ80に関してもお値段が6800円ちょっとになりますんで、そうですね。やっぱりまあ1000円くらいか。全商品につき1000円くらいの値上げって感じですかね。なるほど。まあ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 、本当に結構そうですね。値上げかかっちゃいましたんで。まあ、どうなるかなって感じですけど、まあ、どうせこれはすいません。申し訳ないですけど、一応、管轄外なんで、ちょっと申し訳ないですね。ブルドックの値段とか。そうですね、ブルドックの値段が書いてねえんだけど、どっかに。まあ、いいか。そうですね、申し訳ないですけど、まあ、いいかで、そのしましょうか。そうですね、これ多分ね、データ変わっちゃうんで、多分出ないと思うんだよ。これ、どこも見とってないよな。そうですね、キハ81と書いてあるけど、そうですね、見た感じ載ってないっすね。そうですね、単品。で、セット売りがここしかないんで。4両基本。ちなみに、当時のやつで、3両セットが1612。あ、ごめんなさい。これか。あ、これ違う。これ単品だ。あ、ごめんなさい。キア81、そもそもあれだ。1612、ごめんなさい。単品ですね。失礼しました。ブルドック単品だったんだ。なんかこの単品も、そうですね。ブルドックに関しても、まあ、今回1110円なんで、税込み、前回が、まあ、9400円という感じで、そうですね。やっぱり1000円ぐらいの値上げですかね。という感じ。よいしょ。これいらないんで消しちゃって。よし。じゃあ、そうですね。詳細情報を見ていきましょうか。じゃあ、まあそうですね。タラコとトサから行きましょうか。まあ、まさか、こっちの四国系からですか、ジョンバーが。じゃあ、HR でも出るみたいなんで、ご注意くださいと。今日、急行とさ、四国の鉄道、国鉄より、機動車の列車運用が発達。ファンの間では、機動車を駆使したらしいと。宇田から連絡せんのかな。本州から高松へ連絡し、高松を起点に四国4県の都市改造に活躍した教授が、一件に術変化。車両セットは機動車の他に、キロ28回数のキハ28、5200、キハ17、928を連結して、高松へと向かう急行とさを再現可能。また、再生産のキハ58、単品各社も知ることで、足摺、高松から中村、宇和島。伊予、高松から、松山。そして、宇和島が高松から宇和島。で、阿波が高松から徳島など、都市も再現可能。で、前面に書かれたエンケネットマーク特徴的な、四国の、教習所でいいこと。面白いですね。で、今回5両セットで1000個と。入っているのが9228、9227、9265、9285、5200まで、9581、300。で、その他単品としまして、9228、13と、9581系各種が、今回、再生産が変わったんです。面白いですね。で、詳細としては、そうですね。やっぱりフライフォイル付きドルギルタってやっぱり古いタイプですね。なるほど。今回、キーハー58系、昭和19年、1985年、高松電車のプロトタイプ、レッドチ、ごめんなさい、レッドチ、レボ車でスリット式の大砲装備、車体のロブ処理装置の、外観を再現、9 2 2 8の速度。1953年、300の平回しながらスカート車、携帯で、キーハー200、空気マネタイ車装備車、キーハー50の新設定。キーハー65の8、かかとの A13 クーラーを装備し、より簡単な状況のクーラー配置を再現。ディスプレイを再現した車輪を取り付け、キーハー28の、2503。グリーン帯、グリーン化膜内に格下げが改造された、施された形態を再現し、キル28格下げ改造された、グリーン帯、グリーン化膜内外観を再現。で、こちら、キル28、キル28改造ながら、キル28した車体形状を再現。前面が、急行。印刷済みとして、交換として M 字が付属しますと。ヘッドマークは、土佐、足摺、伊予、宇和島、阿波、室戸、吉野川。で、無地で、確認こと。ちなみに、取り付けには両面テープや、卓球ワックスで固定しますって感じなんで、その辺、一応ご注意ください。あ、なるほど。だからヘッドマークあるか、おそらく。プラスチックの、だから本当にトミックスがよく付属してくれる、なんか、限定品とかの、ああいう感じのやつで、おそらく、それセット付属って感じなんですかね。シールじゃないんだ、これいいですね。そして、その他、物件数、セットの他に単品の、車両が3両可能と。で、先導車の前面貫通扉がフォロワークの姿を再現し、お好みで貫通の再現可能。前車とも H5 グレーで、ごめんなさい、H5 グレーで、キア50、ごめんなさい、キア28、2500の付け、で、ヘッドライト、テールライト、点灯、キア28、5200。あ、それそうですね、これだって中華車ですからね。びっくりした。そして、フライ付きドルネス採用で安定したものでカプラブリーマント式の、あ、これもブリーマント式なんだ。店が採用で、エアホースを下げした同型付属。砂防行き先を授与収録したシール付属と。フライホイール付きか。あ、そっか、フライホイールか。ただ、そうですね、スロットレスモーターにはならないんで、これなんか新しいやつなんだ。悪くないっすね。特に単品系の、密連の、なんだっけな、台車マント、台車マントじゃない、床車に、
ついてるやつなんか結構再生産とかあんまり珍しいんで。そうそう、修理パスじゃん、今回。うん、悪くはないのか。なるほど。そしてボディも閉めてる。じゃあ、これ結構面白いんじゃないですかね。ただ、そう、単品の9228がさ、ちょっと面白いね。9228が13か。ちょっと調べてみましょうか。さっき動画でもミナカツって書いてあったもんな。ちょっと気になりますね。9228の13。9228の13。そうですね。ハタブ工場でいいのかな？ごめんなさい。名工ってとこだ、これ。なんか名工ってところで改造されて、水戸に転属と。ちなみに元の車番はキロ28の33番と。で、最終的にはこの、キハ28の13番。そして最終的にはミノータで、1986年の12月頃かな、廃車になってるみたいですね。ちなみにセットに入ってるキハ28が、928か、この11番。で、この11番も、最初の頃は水戸だったみたいですね、配置が。水戸に配置されたのが、1979年と。そこから、1980年から高松に転属して、最終的には1987年、2月10日付で廃車と。そんな昔まで、そんな結構確かまでいたんだ。ギリ、そうね、だから平成から、ごめんなさい、誰か。国鉄から JR にギリ変わる頃で、そうですね、いなくなったみたいなんで。面白いっすね。面白いっすね、ついてる。いや、だから本当にすごいね。足摺りとしても6両編成か。ちなみにこの頃ってまだ南部って概念ねえんだ。そうですね、高松から高知から土佐っすからね。足摺りよ。もう宇和島まだあるんで、そうだから足摺りと宇和島のみか、今でもこのあるの。室戸なんかは臨時列車とかもね、基本的には。結構面白いですね。あ、面白いです。そして、そして、一応ね、H ゲージの方も出ますんで、ご注意ください。ちなみに H ゲージの方は、4番台ぐらいかな。そして、E129 と。100番台か。E129 番台、新潟県構想に撮影前に続く番台し、長野地区向けに平成10年に投じた。あ、やっぱり市内線だったんですね。大井戸線、松本から南小谷、わかんないけど、地方温泉、四ノ温泉、信越温泉、小淵沢から長野か。ここまで形と。東京の厳しい環境に対して、カフェ126に下鳥パンというバルパンダが装備した編成まで。下鳥パンダグラフは、2014年頃、終電機能が追加され、屋根上に配線が追加と。そうなんだ。平成28年、2016年以降か、走行機の、更新工場に向かってます。一応今回、発売されるのが、2両編成の更新車と下鳥パンダ2両編成のみと。でも前回出たの、大糸線だのでバンダイだったんだ。面白いですね。でその時の大糸線のデータもねえのかな。多分これかな、おそらく。あ、じゃこれこっちか。まあ、一応今回あるか。車番としましては、ワンパンタのやつが、トップナンバー。で、下鳥パンタ付けが第5編成という感じですね。でもなんか面白いのが、クフに下鳥パンタって珍しいですね。JR でも下鳥パンタ採用された車両っていうのはありますけど、基本的にパンタ車がある車両にね、下鳥パンタ付くことが多いんで、クフに下鳥パンタ車っていうのも、そうね、結構、新鮮ですね。俺は知らねえよ。多分それ、関東でも下鳥パンタ出てたら、やっぱり201系とか211系なんで。そうね、201系はモハについたし、211系も、先頭車のクモハについたんで。そうね、クモハはやっぱり新鮮だな。面白いっすね。結構そうですね、これ面白いですね。パンタがパンパンって、しかも向きが違うっていうの。面白いな。そっか、211系も向きが違うのか。そうですね、これはなんか211系タイプか。じゃあ今回の車両。2016年この更新工事の A1、A5 編成が、追加と。奈良県十字路全面形状に、浅いから流れ色をまとった、姿線と。クワ126100番台の開きフズボックス配線が追加され、終電版流された屋根上配線が、追跡されたつまみも再現、更新してしまった。クワ126、クマ126に、合宿機構再現し、実感的なスカート再現と。スカートの場合は、おそらく足パスで救援品持っている人は楽なのかな。クワ126の側面にベビーカマカに追加された現在のと。スロットの操作対応で、回ると。ストレートやった衝突付きで、先頭カプラ、下頭カプラの、服なし作用と。付属として電源1のと。前回製品があったのが、A 級編成の、大糸線。そしてワンパンダが、同じく大糸線。まあ、第2編成という感じなんで。そうするだから、まあ、9製品持ってる人もね、車番は違うんで、ただ問題なのが、くれぐれもなんですけど、スロットレスモーターと9製品のモーター絶対くっつけちゃいけないんですよ。それは加藤からも一応注意書きがあるはずなんで。あったっけ？じゃ加藤からも出てるんだよな。スロットレスモーターと9製品の努力くっつけないでくださいって。多分説明書にあるのかな、記載が。なので、おそらくね、だから、どうなんですかね。前回の、まあ、製品持ってる人も、今回特にそうなんですね。今回特に何点なのか。そうですね。クモハは全部動力者になっちゃうんで、だから丸々が足回りを全部動力者に変えるしかないのか。
足回り丸々総特化するか、例えば、あのスロットルスモーターだけバラ売りしてるんで、分解できるって人は、まあ、それでもいいと思いますし。ただ、やっぱり分解苦手だって人は足回りごと買っちゃった方が楽なのか、足回り買っちゃってそのまま、旧製品の台車ポンっていけるのか、わかんないけど。多分、おそらくね、スロットルスモーターも基本的な、前回のフラフルも一緒の構造なんで、本当にあの努力が違うだけで構造は基本的に一緒だと思いますんで、大丈夫かなと思いますね。確か、東急がね、車番とかは、台車とかは全部一緒だったはずなんで、大丈夫だと思いたいですと。そして次が、シナノと。でも加藤からシナノ出るのは、久々っすね。ちなみに貫通扉つく。それはつかねえか、やっぱり。うん、記載ないんで、多分つかないっすね。以上、38の件。38式の件として、平成6年当時は、エジェル特会の振り越し機と記録したと。39パナシオメツ、5位、累戦型の長野戦闘士、黒田さんや、その他の艦長戦闘士など、6両の遠征で先生、多戦の上かなと。長本線、篠瀬、新卒戦士、名古屋から塩尻に松本長野と、長距離をかけます。で加藤独自の振り子機能とします。中本線や篠井線の走行車をお楽しみくださいと。で一応今回、6両編成の方が、車番的な一応、第9編成のかな。あ、そうです、A 級編成ですね。で、付属編成の4両が A101、そして2両編成が A201 の、それぞれ1と3と。そうですね、合ってますね。そうですね、やっぱり6両単独に、4たすもしくは2とか、もしくはあの6たす2たす2とあったんだ。知らなかった。でもやっぱり、あの6両編成がね、大変な時はもうやっぱり4たす2になりますんで、で今回はおそらくそれの関連の、動力装置なんですかね。ここに一応買ったね、中学で、一応ね、動力、組み込みって書いてありますんで、それがね、多分あるからね。動力装置が別売りのやつ。ただこっちに記載ないんで、ちょっと後で確認しましょうか。今回383系したの。ジェロ東海新量電車所属の AQA101、200円製プロタイプに製品化。特殊なマリオンビタ戦闘形状とパラミカの2点を宙に再現し、各社に禁止マークが追加され、高校マークの禁止マークがない現行の差が再現。加藤独自振り子機能を搭載し、死体を消し、実物に再現可能。3種類の遠征を組み合わせ、6、8、10など様々なパターンが可能。で、スロットの搭載で、あれですね。で、行き先表示印刷済み。あ、印刷済みなんだ。さらにお好みで、行き先表示を所属しますと。戦闘車でやってるライト点灯で、ショート成長すると。ただ、桑原38さんが覗くってところ。あ、なるほど、そうですね。中間に入るやつか。2両編成の桑原38さん。こちらに車両会社は、ライトリートつかないみたいですので。そうですね。一応、ただ、ここ見る方がいいだよね。2両編成の桑原にもライトマークはついてるんですけど。どうせやっぱり黒さん8巻じゃない、ショートスイッチなしなんで、もしかしたら2両編成のクハ、ライトユニットつかないはずなんだけど、記載があるんで、念のためスクショだけ撮ってみましょうか。わかりました。そして、セントマカブラ、カトカブラの2000型、福田翔さん用なんで、この辺だから新しいやつって感じですかね。一応、6連星屋根上機器に記載してる、ここから全面表示が無事、ショートスイッチドライバーで電力1段が2個と。そして、4連連星、ショートスイッチドライバーで電力1段が3個つけますと。3個もいるかすげえけど、3個もいるか、まあ完全に予備って感じですかね。6連星のもね、2個ついてますんで、だから1個予備って感じなんで、一応なくさないようにご注意くださいと。でも、そうですね、これはやっぱり、そうね、シナノも、シナノも、お前そっか、来年で30歳か。あ、ごめん、そうでした。来年30だよな。1994年当時なんで、こいつ、来年で30っすね。だからシナノももしかしたら、そろそろ新型の特急も、浮上するんですかね。でもまだ JR 東海は211系の機械で、今回のあの315系だっけ、あの8両編成の一発だったり、4両分割だったり。シナノもまだまだ生き延びるんですかね。そうね、シナノは、どうですかね。まあ値段的にはちょっと9000円のデータをちょっと探しましょうか。ちょっと待ってください。一応シナノ自体は、マイクロエスからも随分昔なの。マイクロエスの方が特にあるんですかね。付属品としてあの貫通扉が開いたやつがね、そもそも付属してたんですけど、まあ、加藤はね、それがどうしてもないので、そこで関しては言えばね、足パーツ買って、まあ、足場使って、そうですね、戦闘車の部分ぶち壊してって感じになりますんで、もしかしたら、京都店限定かな。確か、あの、加藤って、落合の総本山と、あの京都の方に販売店があるんですけど、もしかしたら京都の方でお得意の、あの、貫通扉が開かれた状態のやつ。例えば言うとね、成田エクスプレスとか、スーパーアーサーなんかは結構それが売られてたんですけど、ちょっと今回どうなのか、楽しみですね。ちなみに前回の新版が10558か。10558、ちょっと待ってくださいね。多分値段的にはね、そら結構値上がってると思いますけど、そらしょうがねえか。10558、発売としてみては2008年12月に発売と、ちなみに当時の値段で19800円と。おー、そうね、これで1100円の値上がったら悪くないんじゃないですかね。ちなみに19800円で、増結4両ですね。増結4両が当時の値段で、12650円。まあ、こちらから本当に、まあ、500円ぐらいの値上げか。そして、2両増結が、当時の値段で、6600円と。そうですね、こっちも、そうね。だからまあ、こっちの場所は逆に言うと、税抜き300円だけなんで、まあ、そんな可愛い感じか。ちなみに当時は2両編成と、2両編成が紙箱だったんで、どうなんですかね。まあ、6両編成はおそらくでっかいブックケースになると思いますんで、2両をどこに入れるか。
もしかしたらだけど、4両編成も今回でっかいブックケースになるけど、その規制がないんだよな。そうですね、ちょっとそこの規制がないのが困るんですけど。まあ、しょうがねえか。一応ね、そんな感じの絵師なの。そして次が、黒7つ星か。7つ星よく再生産来たな。特別企画品が何のための特別企画かわかんないんですけどね。ちなみに今回、機関車のあれは変わんのかな？おそらく機関車で従来のままですね。フライフレスケの努力ユニットと。7つ星デビューとしてみたら2013年なんで、かれこれ9年か。あ、ごめんなさい。こいつ今年10年か。お前そんな知ってんの？知らなかった。結構年なんですね。70年だけ、なせむだけ死ぬと、専用機の DF2-7000 とお楽しみにして、成果な光沢も取った、四つ目の上品な美しさを立てると。特徴的な外見の形状、造形もちろん、水筒の客室や車、タンブラーの運搬の感じ、安全性の表現も追求と。素人に答えしてないの色調や、センドグラスの模様、ラウンジに置かれたピアノを再現し、上質な作り込みでお届けしたと。機関車込みの発注で4100円。まあ、これはだから、値段が変わったのかな？ちょっとお待ちくださいね。101519。7つ星も発売されたのかれこれ6年ぐらい前とかになるんですかね。ごめんなさい、2018年の12月だ。ちなみにこれ当時の値段も4150円なんで、ここは値段強いってきたの。そうですね、ここは良心的ですね。そうか、だからデーテンとかむやみに再生産してたのか。そうですね、そう考えると、JR 九州からデーテンとか再生産されてたんですよね。いつだっけ？データ的にはつい先だとするね。あ、でもそれでも去年の7月ぐらいか。なるほど、デーテン再生産してたのはそこだったのね。納得、納得。なんとなく納得したわ。そういうことっすね。で、そうですね、この辺に関しては、前回の、まあ、やつと大差変わらないですね。そうですね、まあ、気になる人は、買ってくださいと。まあ、そうですね、でも、そっか、DF200 はこれ専用か。だから、これ専用で、あと、なんだっけ、入れ替え用として、まあ、デーテンの、黒が2台とか。で、たまにね、黒が引っ張ったりとか。そうですね、結構面白いんで、そうですね、悪くはねえのか。ちなみに DF200700、なぜまでか。ヘッドライト点灯で、ライトユニットは電気色 LED、カトナックから、カトナックルカプフィードすると。で、重厚な台車も令状的確認も経過し、運転台を表現、操作盤と椅子室内が指示すると。で、フライ付きのドープリントで、客車の方。スイートの客車車、タンブの天物が見えるこだわりの、室内を的確に再現。ラウンジダイニングの、ライトが点灯と。車両ごとに異なる、室内の色調も再現し、車タンブ、テイライトのほか、推進運転時に点灯する全焦灯、点灯と。まあ、一応、こっち消灯スイッチかと。で、スナップオン台車採用で、ディッシュレンドリーで、対応と。で、カプラーは客車間がボディマットですね。機関車側はナックルカプラーがもともと標準装備なんで、そうですね、今までのだと大体、機関車側とかはね、アンドカプラー標準装備っていうのが多かったんですけど、まあ、今回ね、そもそもが、ナックルカプラーで、こちら、クルーズ船を掲げする専用の物件と特製のスリーブも用意と。悪くないんじゃないですかね。そして、一応1個探して困った。小町として今回、増結だけの値上げっていうのが珍しいことですね。一応小町、こちら2013年3月に行くって会社なんで、おめえ、7つ星同期か。すげえな。7つ星同期の小町って考えると、同期だな、ほぼ。すげえな。なんか意外だった。こちら、当初、ズボコミの人が平成上限段階使いしてて、小町に、まあ、変わったと。で、そうですね。一応2018年か。ま、荷物置き場、一部が、窓埋められたと。で、これはなんかその荷物室が一部埋められたタイプでいいのかな？あ、そうですね。大型の荷物置き場でもない、13、15、15の、それかけ図席の S が大変と。で、プロテンポが秋田車両所属センターの Z6 編成と。で、そこに表示、小町一部秋田駅が印刷に。斬新なスタイルと赤色をメインにした、カラーリングを表現とかに再現。で、在来線のため小柄な、精巧なボディを適格再現し、色気流線線が押さった、車体側のシンボルマークも、鮮やかに再現、印刷再現と。で、E5 系15系の影響を行うため、受賞者、まあ、カプラ、装備と。で、そうですね、一応最終通過系は R282 で、フライフル式、あ、フライフルなんだ。なんだ、俺的にあるかな。なんだっけ。壊す能力になるのかな。壊す？壊す？フラ、ん？あ、ソルトリムとか。ソルトリムソルトになるのかなと思ったら、この辺とかあるか、フライフルの普通に従来のやつなんだ。本当に再生産か。あ、そうか、その前にあるか。前回の東急とかで行くとあるか。基本セットの品番変わることが多いんで、そうですね、今回再生産か。で、一応こちら、台車も、車体数のスカート形状も再現し、一応リレーラー、基本セットに付属と。で、造形図の物件に基本セット3人がぶち込み可能で、びっくりするか。造形図の説明表示の、廃止のない物件表面の印象が変更されます。そうなんだ。まあ、一応そんな感じの、3たす4の、何年の編成と。そして、あとはユニトラムはどうせレールだけなので、まあ、どうせ伝えしてるかもしれないけど。そうですね。どうせ入れるだけですね。ごめんなさい。この辺はいいからやって感じでいきましょうか。したら、ちょっと落合の方も見に行きましょうか。多分落合の方からデータ出てると思うんだけど、ね。そうですね。できれば今回、東急の方も案内出るかなと思ったら、こっちではないので、多分こっちかな。いや、ないっすね、まだ。そうですね。今回、シナノの補充動力とか案内あんのかなと思ったら、ちょっとこちらはまだ出てないんで、おそらくアッシーの時の案内の。ぐらいで出るかな。これに関してはそうですね、業者側で次第の案内になっちゃうんで、どうしてもね、申し訳ないんですけど。ちょっとじゃあ、次にさっき言った貫通止めのやつ案内しましょうか。京都店。あ、これツイッターか。さっ
確かに京都店限定でね、昔から発売されてるんですけど。どう見に行っていいのかわかんない。めんどくさいで、ツイッター行ってみましょうか。あ、こっち京都店あった。一部しかなかった。一応京都駅で。京都がでもね、確か販売しらずなんだよ、その貫通扉。あ、一応これか、京都駅店限定販売品。確かに、俺の記憶だと、スーパーツだと成田エクスプレスが出てたのは知ってるんだよ。それ以外は知らねえんだよ。多分、戦闘車シリーズでいいのかな。どうなんでしょうね。ゼロ系ハクト。なんか絶対違った気がする。戦闘車2両編成、この中に入んねえか、さすがに。うん、違うっすね。あ、てことこっちは特製品か、失礼しました。バグった。一応、こちら京都駅店限定販売品と。じゃあ、でも、京都駅ですもんね。これ、確か通信販売とかもやってるっけ？ちょっとやってた気がするんだけど。覚えてねえや。いや、ないっすね。あらら。なくなっちゃったんだ。あ、でも、通信販売できないんだ。できるのかなと思って。あれ、京都じゃなかったっけ？ちょっと待ってください。ちょっと俺の記憶だとね、京都駅店限定だったんだよな。3号じゃあ3号1か。ああ、やっぱり京都駅ってなってましたね。いい、いたんだ。そうですね。スーパーサー、中間仕様戦闘車って感じで、一応ね、もともとの製品の、あ、C パーツかなんか、キルトなんかわかりませんけど、この辺で、限定品のありましたんで、そうですね、やっぱりありましたね。ちなみに、工業発売中になってんじゃん。どこに出たんだよ、わかんねえな。イラつく、これだけ。あったじゃん、こっち。どこにしたんだよ。一応そうですね、その中でやっぱりサンライズと、ナルトエクスプレスとスーパーザー、で、サンダーバードもあるんだ。知らなかった。あ、でもサンダーバード完売なんだ。いや、もしかしたらシナノン、やるんですかね。ちなみに、ネックスは発売中か。あれですね、ただちなみに、でかいブックケースがないんで、ちっちゃい小型のね、4両ブックケース。だから、4両ブックケースよね、特製のインサート入ってるんで、悪くないんですよね、個人的には。たぶんあれかな、暑さとかも多分4両ブックケースなんですよ、ね。あ、そうですね、やっぱり4両ブックケースいいです。一応ね、テレビで誰と、まあ、あると。で、片方に関してはね、もともとございませんので、一応自分で入れてくださいと。でも、これってどうなってたんだっけ？俺もあんまり知らねえんだよな。ごめんね、詳しく知らなくて。まあ、でも、どうなんですかね。人によってやっぱり足パーツ買って、プラ板かなんかに、まあ、固定して、まあ、だから、開けた扉の内側同士に、それで、貫通扉、でね、プラ板かまして、で、ホールつけて、で、まあ、組み合わせるっていう人も結構前例としてはありますんで。今回のシナノなんかもね、多分、やってる人いらっしゃるんですかね。まあ、でもやっぱりそうですね、もともとマイクレースはね、それやってたんで。改良品として何年か前に発売されてんのか。あ、俺覚えてる。そう、改良品と出てたんだ。俺覚えてる。多分あれだ。ハチ公線と一緒に出てたんだ。確かにハチ公線が再生産した時に、確か出たはずなんだよ。惜しいな。覚えてる。案内したもん、それ。確か2019年じゃなかったっけ、それこそ。ハチ公線とかだっけ。いや、ここじゃない。2018か。あ、もう、本当にハチ公線の再生産の日だった。一応これですね。6両編成の改良品と。で、一応ね、この時マイクロ車こちら、前面に、マイクロアップラー付けて、一応こちらですね、前面の、扉部分が付属で、貼り付け方式に、固定品という感じなんで、そうね、これがあったけど、6両で263って考えてみると、今回、加藤、いや、まあ、約2ですからね。
ギリな値段で約2ですかね。本当に2万にちょっと小銭出すぐらいっていう金額なんで。悪くはないんですよね、全体的に。どうだっけ。加藤は成績的に更新してねえよ。更新しとけよ、失礼ながら。あ、2月2日に更新。昨日じゃねえかよ。今日更新されてねえよ。くそ。6両一発で本当に、あ、ね、2万2000円か。2万1000円で考えたら、そうね、C パーツ丸々1両買ったしも、どうせ2000円ぐらいなんで、そっちの方が安いんですよ。ちなみに4両編成が動力性で191、2両編成が9600円。だから2両編成、そっか、そもそも2両はどれか不利だ、無理だ。そうですね、一応動力性が全部中間値になりますんで、でも4両って考えても、いや、これ全域なんだ。ってことはもう全域だとそうね、やっぱり買ったのがちょっと安いのか。でもね、今回買った税込みでも1万3000円ですかね。本当に、いや、本当に7000円ぐらい違うのか。だからそこにでも動力装置が今回もまだちょっとこちらの詳細データないんで。そうね、詳細データあってくれたらよかったんだけど。あ、なんか一応動力込みでも5200円か。そうね、動力込みで、まあ、だから動力にすると多分ちょっとマイクロの税率ぐらいの金額と多分変わんないぐらいなんで、そこにだから C パーツ2両買って貫通扉の金額って考えるとちょっと高いのか。なるほど。でも、でも一応振り越せるしないのもんですかね、最終的には。カトの場合はね、振り越せるんで、そうね、悪くはないと思うんですけどね。まあ逆に言うと、従来のシナノ持ってる人、もう一応、だからフライホールに調べれば足回りがっつりそのまま買うだけですんで、28142円、ちょっと確認しましょうか。28142円、多分どうなのかな、更新されてなかったからまだ無理だと思うんだけど、ジブタンドフォンか。サービス終了なんだ。今後の目標だけですよ。スマートフォンプレイを入れてますから。そうなんだ。ジブタンドフォン多分ね、今から多分10年ぐらい前からあったんじゃない？なんか俺いろんなところ見たもん。10年ぐらい前からあったけど。覚えてねえ。ちなみに、アッシーパーツの情報がまだ出てるから。ちょっと待って。ちょっとでもタブ多いと思うんですよ。これも一応そうです、1月の更新なんで、そもそもやっぱり今回の分まだデータないっすね。なんかすげえのが出るんだ。延長ゲージ2、何これ、ツークシュピッツァ登山鉄道。はぁ、知らん。知らん。ハキシュート知らん。あ、でも一応あれか、E353 系の朝から全面扉のパーツのみでそもそも出ますんで、もしかしたら今回それの可能性もあるのか。そうね、全面パーツ、多分これ両面テープで固定するのかな、おそらく。じゃあもしかしたらこのケースもあるのか。だとしたら商品ページにかけていっていうのってことは可能性的には薄いのか。わかんないけど。ちなみに、レンガへのスーパーズさんの時は、スーパーズさん、あ、そうですね、スーパーズさんの時はそもそもあるか。この商品ページに全面貫通扉で案内されたんで、今回のシナノはそのフラグがベキッとおられましたね。そうですね、確実にコッパみじんって感じですね。でも悪くはないんだよな、やっぱり。でも予想なんですよ、俺まだシナノ持ってないんですよね。だから欲しいなーとも思いつつって感じなんですけど。ちなみにお前でも発売日、あれだよな、多分発売日も6月だよな。いや、7月だ。7月ならセーフなんだ。そうなんですよ、7月ならセーフなんですよ。なぜかっていうと、横須賀線5月なんですよ。あれ、お前5月だよな。確か横須賀線5月だってイメージなんだけど。あーた、ちょっと横須賀線5月で、6月ぐらいのところ、機関車2台なんですよ、トミックスの。だから、東部のキット買おうかなって悩んでた中で、7月これなんで。いや、シナノも悪くねえんだよな。そうね、悪くはない。悪くはないけど、データ出してほしい。そうね、強いてわかるよ、そこっすね。ちょっとあれか。あ、C パーツのデータ出てないかで確認しましょうか。もしかしたら出てるかもしれないんで。さすがにね、今ならまだな、当日の、製品発表と当日のアシーパーツでもって基本的になかったんですよ。なので、おそらくまだないと思うんですけど。きっとまだないっすね。一応先月のね、暑さとか、まだ横須賀線ぐらいなんで。これまだあんまりないか。となると、まあ、そうですね、やっぱり1週間ぐらいにはなるんですかね。まあまあ、まあ、そうですね、のんきに待ちましょうか。どうなのかな。シナノか。悪くはないと思うんですよね。個人的にはそうですね、ここでシナノ出たんで、オーシャンロー出ねえかな。そうね、3が2になるだけなんですけど、全然違うんですよね。3が2になるだけで全然違うんですよ、顔とかも。あれでも、カツオから2発なんけど、なんかカタログなんかに載ったりしなかったっけ、記憶に出るんでちょっと申し訳ないですけど。そうね。
悪くはないんじゃないかな、個人的には。そうね。だからまあ、一番人気、一番人気、七つ星のちょっとヤフオクの価格見てみましょうか。もしヤフオクでそうですね、いい値段で売ってたから、まあ、そうね、七つ星一番人気でもいいだろうし。10の1519。ちょっと待ってくださいね。10の1519。10の1519。でも確かにいい金額しますね。一応新品未開封品で限定スリーブ入ったやつが7万7000円。で、その他にも4万8500円とか、4万7000円とかなんで、本当に定価に、定価より、すげえ金額してない。一応これヤフオクの、まあ、過去直近の落札なんですけど、まあ、7万。でもコンタクトセールってあるかな？七つ星の販売所限定のやつかな？いや、多分これね、七つ星の確かなんだっけな、俺覚えてるのが、七つ星かなんかの社内でもなんかこういう販売っていうのをやってたはずなんですよ。多分それだと思うんだけど違うのかな？そうそうそう、それ以外のスリーブこれっすからね。でも七つ星社内限定、これも7万だね。そうね、七つ星社内限定販売で7万って言ったらまだいいですけど、でもそうね。まあ、4万。そうですね。本当にいい金額しますね。5万。あ、そうね。じゃあ今回一番人気7つ星にしましょうか。7つ星一番人気にして、2番人気シナのかな、個人的には。1番人気7つ星、2番人気シナの。で、3番人気は、そうね。まあ正直なこと言うと、まあいい、まあそうですね。もちろん大糸線たち、まあ、シナの線も悪くないんですけど、個人的にはね、今回加藤が初めてのこの荷物か。特に加藤って今まで客車の郵便車っていうのは出してるんですけど、ディーゼルカーの郵便車って初めてなんですよね。あれ？もう郵便車だよな。そうね、キーウィーだから多分郵便車ですね。初めてなんで、悪くはないですよね。ちなみに、お値段いくらだっけ？お値段が、単品で約4200円か。だから4200円なんで、トミックスの安いのかな？で、もしかしたらなんですけど、トミックスが出てるのって26なんですよね。俺の記憶だと。だ今回28なんで、そこが面白いんだよ。あれ、28だっけ？ 26 がマイクロかな、もしかしたら。ごめんなさい、俺もちょっとあんまり覚えてないんですよ。一応ディーゼルか。ページの検索で。そうですね、一応トミックスって16と27か。ちなみにトミックスの方が26で4000。まあだからトミックスそこは金額変わんねえのか。まあ、キウニ26っても古い車ですから、ね。それが今回はまあキウニ28なんで、まあ、完全に新しい車両か。悪くはねえな。ただ、知らん。詳しく言うと、車両が知らん。そうなんですよね。俺が生まれる十何年ぐらい前には廃車になっちゃってるんで、そうなんですよね。その時点で知らんのよね。でも、まあそうですね。悪くはねえのか。このタラコ色の、このさ、豪雪地帯用のこのさ、保護窓があるやつ、なかなか面白いですね。ちなみに今回、再生産のキハ、ごめんなさい。再生産のキハ58、こっちですね。キハ58が M と T、そしてキハ28とキハ65がそれぞれという感じなので。そうね、本当にでも。ごめんなさい、これ N か、あれ？これさっきさ、HO ってマークされてなかったっけ？あれ？気のせいかな？あ、N になってるか。ごめんなさい。俺多分、もしかして HO って話かもしんない。あれ？ HO じゃなかったっけ？多分 HO って記載あった気がする。ちょっと待って。いや、やばいぞ。N と HO を見間違えたら、俺もそろそろ病院行った方がいいって言われたんだ。あ、N になってるわ。じゃあ、俺完全に間違えたのかな？もしかして HO って言ったらね。失礼しました。そうね。まあでも、うん、悪くはないんじゃないですかね。ちなみに、単品のキャンゴジャチはこっちと。一応今回ラインナップに上がってるのが、どれかわかんないけど、3種類と。一応、キャンゴジャチの、M と、トレーラー、そして、キロ28、あ、ごめんなさい、キャン20、キャン65。そうだよ、ね。そして、そのラインナップ3台プラス中間車1台。キア28か。今ちょっとわからん。今ちょっとわからん。だから、ここはキハ65、58、58。あ、で、キア28、ここは首都圏職一応。あ、でも、キアに28が水戸塗り、こっちだったんだ。奥地、上野から北町田、過去2から5。2から5。プラス時は6から12、上野から平川。水戸で奥地と時は分結。ちなみに1は、上世界で普通列車と合併分結。面白いようしてるな。で、その他、まあ、あれか、高山、高山線か、高山本線の、まあ、今でワイドビューか。で、あとは紀伊国、天王寺新宮。今でオシャロっぽいやつかね、新宮なんで。で、その他、紀伊勝浦、天王寺から。で、京都から紀伊勝浦。で、岡山から米子。まあ、今であるか。なんだっけ、八雲か。
で、まさかこれ知らねえの？大阪から津山、大阪から新見、丹波、大阪から鳥取。大阪から鳥取さ、あれかな？エーデル北九州とかな。昔なんかエーデルっていうのが特急車あったんですよね。なんか赤ベースの青とか青ベースの赤とかなんかあんまり覚えてないけど。で、なんか吉野川と、普通列車と。で、いいよと。へぇー。面白いっすね。まあ、一部かな。そうね。だからまあ、個人的にはでも、そうね。でもやっぱり一番人気7つ星か。7つ星、こんな金魚がするんですね。ちなみに今回あると7度再生産なんで、これ多分ポパの早期は効かないんで、値段的なのもそうです。3万2千、まあ、3万3千ぐらいか。3万3千円ちょっとになるはずなんで。ちょっと計算してみようか。4万150か。4万150が2割引きなので、そうですね、3万2120円か。3万2120円だったら、そうね、このヤフオクの落札価格を見るんだったら、本当にもうこれほぼ低価ですからね。ちょっと金額絞ってみましょうか。金額、そうね、一応今回の金額が、2割引きにしたとしても、3万2000円なんで、そうね、3万5000円以上にしただけでも、そうですね、こんな風に、ほぼ定価より上の金額でゴロゴロ出てきますからね。今出品されてんの？ああ、でもこれ2つなんか室内とコンコンか。室内とコンコンだとしても、たかが知れてるよね。カバの室内となんて1本7、800円だっけ？それ1本7、800円で、6本セットになると。確か5本の値段で買えるってやつなんで、確かどっかにあったっけ？ない。スネイト、あ、一応これですね。一応、6本買うと5本分の値段になるんで、たかが知れてるよね。本当に多分、スネイトを買ったとしても4万円でお釣り来ると思うんですよ。2割引きとかのお店で買っても。特に今回2割引きのお店で買っても。そうね、悪くはない感じがしますね、7つ星。うん、そうね、やっぱり7つ星一番人気か。7つ星一番人気で、強いて言うなら2番人気してるの3番人気ディーゼルか。で、4番人気が、まあそうですね、良くて大糸線かなと思いますね。小町は、どこなんですかね、多分売れないと思うんですよね。でも俺、加藤の小町変に買っちゃってるんで、ヤフオクでジャンク、ヤフオクじゃない、ポチでジャンクか。ポポのアジアで買ったジャンクのやつがあるんで、ボディだけ丸々買い直しっていうのも考えたんですけど、まあでもめんどくさいんでね。今回小町も汚い状態のまま、まあしますけど。そうね、一番人気は、そうね、七つ星か。うん、俺そう考えると、七つ星も水風も四季島も全く持ってないんですよね。今気づいたんだよ。そうなんですよ。なぜかね、七つ星も水風も四季島も買ったことないんで。そうなんだよ。買ってみたいとはあんまり思わなかったんですよね。申し訳ないですけど。そうね。今の JR の豪華サンダルして俺一本も持ってないことに今気づいたんで。そうね。でも7つ星買うんだったらシナノ買っちゃいけんだよな。特にシナノも多分首危ないんですよね。決まってんのかな、首候補って。383系。ちなみに385系になってる人はいねえよな。383系。ああ、でもちょっと待って。そうね、383系。でも、リニューアルは、されてんのかな？いや、わかんねえな、そこまでは。でも、そうね、そうなると、でも、そうね、かれこれ30年ですかね。リニューアル工事してた人も30年選手は結構すごいんで。あ、でも2017年頃か。2017年頃あたりかなんかされたのかな？わかんないけど。わからん。でもシナノンって言ったら確かあれか。1時間に1本ぐらい確か運転してるのかな？結構な本数のはずなんですよ。1時間に1本。そうね。まあシナノンには人気かね。まあ買うか買わないかわからんと。ただそうね。買ったとしても足場使って、まあ顔面ぶち壊して、貫通飛びだかしても面白いと思うんですよね。特にシナの場合って、顔面が一段、一万、一段までなんですよ。そうなんですよ。それが他のやつより、下手なシェルとかより、段差がないとか、楽なんですよ。どっかに買わねえから。あ、一応これですね。一応これ、こっちの貫通編成の顔なんで、この貫通編成の顔を切り刻んだとしても、これが辛いっていうままなんで、ある程度、そう、整形はしやすいんですよね。一応こちら。そうね、ここの四角いところをきれいに切り刻むだけなんで、ただそっか、中にガラス入っちゃってんのか。ガラス入っちゃってんだったらしょうがないから、まあ両面テープかなんかで仮固定するしかねえよな。それか、まあそれしかねえか。そうね、面白いと思うけど、まあだから面白いと思うか、最悪は京都店から出るか、加藤が全面貫通扉だけ出してくれるか。それかなと思うんですよね、最終手段は。そうね、あずさかいじが出て中央当選か。で、今回は中央再選か。悪くはないよね。悪くはないと思うんだよね、個人的には。
くはないと思いたいし、できれば顔つきで出てほしいよね。強いてわがままを言えば。でも多分ね、800円でも安いと思うんですよね、これ。開閉状態の生命感するの。だからまあ、フル編成、特に、まあ、シナムで言うと、まあ、6足す4とか。まあ、6では単独で遊ぶ人にとってはいらないけど、まあ、厚さ感じなんかね、基本的に3足す9が多いんで、多分そうだよね。シナかも。でもそうね、シナノも出たらいいですけどね、出たらちょっと考えたいね。それか、そうね、それしかないか、一番間違えればいいの。そして、そんな感じかなと思いますね。まあ、興味あると一応ホームページも確認してみてください。ただ、ホームページの方とかもね、一切データ更新されてませんので、これだけは俺もあんまりしようがねえんだよな。データ更新、ね、されたら楽だったんですけど、全部されてねえよな。軽く1時間ぐらいすげえ無駄がしてたんで、多分出ててもおかしくないと思う。おそらくね、加藤としても明日、明後日のイベントがあって、忙しいと思うんで、致し方ないのかなと思って、やっぱり出てないっすよ。それが C パーツも。なんか俺もね、顎の下にね、なんかプッチなんか虫に刺されたのかなって感じで、結構なんかおできできちゃって痛いんですよね。その割に無駄話長いねってことが。そうですよ、すっげえ膨らみできちゃって。なんか、ね、俺のね、親指の爪ぐらいの膨らみできてるんで。そうね、あと1週間ぐらい治らなかったら、ちょっと病院行ってくるか。こっちも出てないんで。おそらく来週ぐらいには出るんですかね。ちょっと来週ぐらいに出たら、そうね、シナの込みで。まあ、特に今回、コマちゃんが。今回、コマちゃんも、ね、補充力出ますので、ちょっとそれもね、見ていきたいと思いますので、一旦そうですね、今回はこれぐらいでお見せしましょうか。今、10、約まあ12時か。浅草線が多分ね、今、高砂にいるはずなんだよ、俺の記憶だと。確か高砂11時20分ぐらいの出庫便のはずなんで。違ったっけ、ね、あと今日え、あ、線路内人知るか。京浜東北線11時40分現在、線路内人知ると。びっくりした。また人知らなかった。うわぁ、ちなみに今、鶴見新幹線だって。また確か昨日横須賀線だから誰かがさ、人身事故したのもこの辺じゃなかったっけ。どう、何があったんですかね、今。昨日だけで全国的な人身事故すごいですからね。なんか知らない、俺夜知らなかったですけど、西部とか東部も確か昨日の夜人身知らせなんですよね。東部だっけ、多分西部は人身知らせなんだけど。そういうの、浅草線ちなみに、今どこだ、あとね、あと7分で押し上げつきますね。だから押し上げから、羽田空港来てから一回高砂に飛ぶ、青戸に飛ぶダイヤなんで、まあ、高砂に行こう、その後か。じゃあ大丈夫そうですね。のんびりこの動画アップロードしてから、ちょっとね、出かけたいと思いますので、終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画で一緒にしよう。ありがとうございました。